ハッピーバレンタイン、ジョウビタキのピオちゃん動画から始まりました。今日は、普通の速さとそれからスローと交互に編集しましたのでご覧ください。今日はピオちゃん手のひらに乗ってくれるんでしょうか。順調にミルワームを食べています。ミルワーム3パック、通販で買ったんですけども、もう2パック食べてしまいました。残り1パックです。あ、ピオちゃん、どんどん食べていますね。さて、手のひらに乗るかな。ちょん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 って可愛いですね。あ、乗ってはいないようですね。ミルワームも指先はまだいいんですけども、手のひらの真ん中に置くと気持ち悪いんですよね。もうずっと動いてます。次はどうでしょうか。次は、あ、残念でした。ラストチャンスかな。あ、よく見てください。乗りました。すぐ副助走に切り替わってしまいましたが、今日は曇っているんですが、副助走が次々に開花しています。10株ぐらい植えたって言ったんですが、5株開花が確認されました。去年副助走の、花の開閉運動っていうのを調べたんですけども、お天気がいい悪いというよりは受粉の手助けをしてくれる虫が飛ぶような時間に合わせて花を開くというのが、開閉運動の話だったと思います。これで5株目ですね。それからクリスマスローズ、今日初めて咲いたんですが、グリーンがかった白いクリスマスローズですね。そうしましたら、先ほどの副樹草のところに虫が来てたんです。まさに受粉の手伝い。フタホシヒラタアブという名前のアブの仲間だったようです。そうこうしていますと白鳥の声が聞こえてきました。あっちの方に行っちゃうなと思ったら、また声が近づいてきて、今度はこっちに向かってきます。頭の上を通り過ぎようとしています。北に帰るんでしょうか、それとも帰る準備、飛行訓練なんでしょうか。飛んでいきます。最後はピオちゃんに戻りますね。ピオちゃん、今日もそばにやってきています。椅子の上に座ったピオちゃんでお別れしたいと思います。